スクールデイズ第9話高野菜見ていきたいと思います。もうあのね、 D アニメストアで見てんだけど、第9話のサムネが世界といる、コトノハと約束したんじゃねえ、ああって言ったじゃん。で、コトノハもね、なんかね、そこはね、ちょっとね、勘違いしちゃったんだよね。そのああを、あ、いいんだっていうふうに多分受け取った疑惑があるし、なんか世界が、キスしちゃった。世界じゃねえや。刹那。刹那がね、寝てる誠に対して、こう、私だけの思い出って言って、こうやってキスをして、しかもそれをコトノハが見てる。やべえ。どういう風になんだろうな。早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。もうダメだぜ、これは困っちゃった、本当に不愉快。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。後ろで見てるんだよ、やばいよ、そうなんだよな。いや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 、うん、あったよ、あったよ、あー、もういや、もういや、これでもね、一生懸命抑えてる方なの。ただでさえね、他の人たちより口が悪いことは自覚してんのよ。他のリアクターだったり、この動画を見ている人たちより口が悪いことは自覚してるから、これでも抑えてる方なんだよ。これでも。でもなんか、やばいだろう、だってこれ。まともな人間が少なすぎるんだよ。でもなんかちょっとさ、コトノハが言ったさ、普通好きでもない人とキスなんてしませんよね、がさ。ああ。いやー、それはだけどさ。一瞬思ったのはさ、あ、いや、違うか、そっか。いや、でもやっぱ好きだろ。好きだもんな、あの入学式の後の、入学式の後っていうか、だってね、クラス委員になって、どの子のとかもさ、実際そうじゃん。本編開始。校長室まで話が。
ああ、やばいじゃん。ぶっ刺さるじゃん。いや、やっぱ自覚したな。誠のことを好きって思ってる。自覚しちゃったな。でかくない？まあそういう顔になるよな。イチャイチャすんなって思うよな。お前たちもう付き合おうぜ。もう付き合おうよ。女子からの。フォークダンスよね。これ。そんな伝統があってたまるかよ。ふざけんなよ。学校が推奨しとるん。カップルばっかだな。大丈夫だ、大輔、俺がいる。大輔、大丈夫だ。お前だけはそのまんまでいてくれ。頼む。ちょっと辛辣になった。休憩室。いや、まことがいるんだよ。大輔、大輔、大輔。
バーカー、もう。やばい、そこの受付は。あ、痛い。痛い。暇にされた。いいの。もうクズー、もうバカ、お前ほんと。よし！あ、やべえな、なんか気づいてんな。危なかった。でもお前なんか体つきがどうのってさっき言ってたよ。カップルじゃない。やばいぞ。マーク2だ。やばい。やばい。やばい。わかんなくていい。わかんなくていい。彼氏いんの？うずきちゃん。大人だ。子供だ。かっこ
こいいんです。バイバイ。英子や、この世界で唯一の両親が残っている。英子や、違ってんな。かわいそうだよ。どうにかして、本当に、頼むから。頼むから。でもこいつ世界選んだんだよな。なんでそんな生返事なんだろう。大輔と、そう、ここで、ここで何かある。本当。マジ？なんで大輔は黒田に行かねえんだろうな。黒田もいいと思うけどな。
やっと言ったか。このタイミングで来んのかよ。え、休憩室行ってない？女子の方から積極的に行くんだ。違う、今休憩室にいるんだ。やめて。そらそうなるよ。そらそう。バカ、お前、ほんと何やってんの、もう。なんだこの挿入か。ああ、もうしかも世界じゃん。やべえ、友達を下げて自分の気持ちを伝えやがった。大輔、そのやり方はあんまりよろしくないぞ。こいつさっきまで他の女とやってたんだよ。なんで世界と踊れる？まだ幾分か大輔の方がいいぞ。まだ。なんでそこで返事しないの？お前も。世界の方がいいって言ったじゃん。スクールデイズ第9、高野菜。ああ、もうやだ、これ。この流れで行くの。もう。嫌だ。嫌だ。どうしてこんなことに。もう誠もはっ
きりしねえよ。本当に。でも、本当、なんだろうな、あの、なんか、私は彼女ですって言ってる琴ノ葉が、本当のことは言ってんだよ。本当のことは言ってんだけど、その、桃井春子じゃん。挿入か。あなたがいない。リミックスバージョン。そう。で、だけど、その、琴ノ葉は、本当のことを言ってんだけど、なんかもう、言い方が、なんかあの、マジモンのヒステリックに変わってくるじゃん。その、現状を知らない人間からしたらさ。多分他の、第三者が聞いたらマジで、え、何言ってんのこの子みたいな、風には。このまま次回予告。心と、体。やばそうなサブ隊なんだよ、もう。どうしましょう。心と体。もうダメだ。ダメだ。いやでも、いやーきちいって。いやーなんかさ、もう加藤もさ。あれじゃん。なんか、私は中学の頃から誠のことが好きでっつってさ、休憩室に誘ってさ、やるじゃん。でも、誠は、高野祭のフォークダンスどうしようかなって考えてんだよ。自分がその選択肢の中にいないんだよ。加藤も辛すぎるやろ。あれは。こんなどうして、もう、だから不思議でしょうがないんだよね。本当に。だ、なんかさ、世の中もそうじゃん。なんかさ、自分だけのことを好きな、その誠実な人と付き合いたい、結婚したいとか言う割には、モテるのはクズなんだよ。もう不思議でしょうがないね。なんでなんだ、女は。世の女たちはなぜそのクズに惹かれるんだ。でも口ではさ、真面目な男が私のことに一途な人がとか言うくせに。すぐこうやってさ、なんかもうこんなクズにばっか持ってて不思議でしょうがない。違う、クズにばっか持てるじゃない。違う、クズが持てるっていうのが不思議でしょうがない。お前が言ってんのと真逆の存在に対してさ、なんか。ああ終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。スクールです。第9話、高野祭でした。ありがとうございました。